の時間です。本日も木村かな子がご案内いたします。最初の話題ですが、先日 IBB セーフティーガードのプロモーションビデオの撮影が行われました。5ヶ月ほど前にその撮影が完了し、ビデオ配信もされているのですが、この IBB セーフティーガードがささくれた市内からも身を守るという実例報告がありましたので、安全指導のもと実際に検証してみました。セーフティーガードの、ビデオ第2弾、撮りたいと思います。今回は月だけではなくて、用具の問題、市内の手入れについてですけども、そこにちょっと、注目して、セーフティーガードが、市内のそういった手入れの不行き届きもからも、守ってくれるというところをしっかりと見せたいと思います。道にあたってそこから滑り込んでいって、ちょうどこのささくれていたこの面が道着から首元を沿っていた。その時におそらく中央部分ぐらいだと思うんですけど、結構破損があって、それがこう刺さった。もうとりあえず違和感があったんで、あ、なんか入ったなと思って、もう首はとりあえず動かせないような、動かさん方がいいかなと思いました。で、切ってみようかっていうことで切ってみたら、中から大体2センチぐらいの細いささくれが出てきて、その診察してもらった先生に言わすと、やっぱりこういうのがどうしても中で可能してきたりとか、それから取っといてよかったねって。細かいささくれでも叩いているうちにやっぱり亀裂が入ってきて、結構太いささくれになったりとかする。剣道着のこの辺にね、こんなぐさっとこう、もう少し市内が体寄りの方を通ってたら、おそらく僕は避けてるとかいうぐらいの、ささくれが。あとセーフティーガードに剣先が刺さって、そこから軌道が変わるので、多分あんまりささくれも刺さりにくいのかなと感じがします。やっぱりあれですね、セーフティーガードがもしなかったら、ここに竹のささくれが刺さって大事故に繋がるところですね。市内のささくれが首に刺さったまま放置すると、そこから可能してしまうことがあります。 IBB セーフティーガードがあると、そういった危険性を回避できるので、ぜひ皆様も IBB セーフティーガードの装着された面で稽古されることをお勧めします。続いての話題は、今日企業訪問の取材です。特色のある企業をピックアップし、そこで働く社員の姿を取材し、記事として掲載されているのが京都ジョブナビです。今回登山道が特集される企業の一つに選ばれ、私がそのインタビューを受けました。その模様をご覧ください。どうぞ。
タビューしてももう会話形式雑談でやっていけたらなって思います、はい、それからあの紹介と、はい、から武道の心を世界へって、うんうん、でまあこういうその思いであの入社されたというふ、ね、うなことをちょっと書こうと。もちろん企業なんでその販売を売っていかないとあの成り立ってはいかないんですけれども武道を伝えるっていうのが根本的にあるので、日本の文化をまあ、商品を紹介するだけで周りを伝えることによって皆さん興味を持ってくださりますし、はい、まあ、剣道されてる方が剣道だけでなくて他の日本の文化を、うん、歴史を知るっていうきっかけにもなると思うんで、その街ブラを入れたりとか、こちらおかしくみんながこう親しみを持ちながら武道も、うん、まあ、逆でもいいです、武道してる方が歴史を知る、歴史を知りたくてたまたまそのインターネットサーフィンしてたら当然のインサイドニュースに来て、あ、剣道困難なんやな、どっちの方向からも入っていけるような映像作りを配信していきたいなと思っているので、そういうのに武田人が来ていただくとすごい助かりますよ。特に若者の就活支援の観点から私がインタビューを受けたのですが、実際に東山堂には職人や販売を志望され応募される学生さんも増えているので、東山堂ではこういった部分にもさらに力を入れていきたいと思います。本日のインサイドニュースはここまでとなりました。また次回をお楽しみに。